派遣勇者ラルフ始めましょうか。お電話ありがとうございます。人材派遣のルイダでございます。はいはい、わかりました。勇者を一人ですね。条件は、はい、それではオプションの方は、はい、それでは所定の時間に勇者を一人、はい、ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。失礼いたします。派遣勇者ラルフ、中間作詞の罠。おはようございます。派遣会社のルイダから派遣されてきました、勇者ラルフです。おお、待っておった。早速だが仕事を説明しよう。実はこの村付近一帯に魔王が現れての、それを討伐してもらいたいのじゃ。まだまずですね。本格的な仕事だ。任せてください。任せてください。じゃっと、はい。そんな装備でよく言えるの。大体なんじゃその銅の剣って。農家や包丁の方がよっぽど強いわい。支給品なもので。ふん、まあよい。仕事はちゃんとやってくれよ。契約期間は1週間。我がそれまでに頼むよ。期間中はこの家を使うといい。今日のところは準備をしといてくれ。明日からみっちり頼んだよ。なんか扱いが普通のなんか他の RPG と比べて扱いがいきなり読み割れた。リアルに困るタイプの人間だ。よし、とりあえず今日は準備を整えよう。所持金は2000残高か。給料は日払いだから明日まではこれでなんとかしよう。なるほどね。なんか派遣勇者が派遣されてくる世界線だとこういう感じなんだな。電話だ。本社から応援を呼ぼうかな。お金かかります。いくらぐらいかかるの。でもお金がな。一回ちょっと呼んでみようか。お電話ありがとうございます。人材派遣のルイダです。画像はイメージ。大都会に派遣されている勇者のラルフです。応援を要請したいんですが。大都会からは一人分しか頼まれていません。どうしてもというなら費用はあなたの給料から天引きとなりますが。誰が空いてますか。今いるのは彼女だけですね。費用は給料から1日4000残高を天引きで365日ローンにしておきますね。やっぱやべ。それはすぐに怒りますね。呼ばれたから来たわよ。なんか黙ってんねよ。ちゃんとお金払ってよね。説明しよう。彼女は派遣会社ルイダのエース賢者で、魔法格闘、果てには鍵開けまで、ありとあらゆる資格を持つスーパー派遣なのだ。というわけで彼女が仲間になってしまった。振り込まれるお金が4000残高入ります。まあでも実際現実世界でもいるよね。その派遣会社に派遣業者としてやってる、切れ味にはもったいなすぎるよねってぐらい優秀な人がさ、何の因果か知らんが派遣やってるっていうな。なんかおかしいよな、そういうところってさ。まあでも日本のその派遣っていうさ、あの業務形態っていうのかな。もう電話はしない。そう、この仕方15の夜。まあ異常なんだよな、どう考えてもな。さて、お金が4000残高毎日転引されるということは、まあ明日には俺破産なんだけど、ずたぶんだけど、あ、そう、説明してなかったんだけどさ、このゲームなんかマルチエンドらしくて2種類エンドがあるらしいのね。で、多分おそらくだけど俺の想像では破産エンドとあと普通になんかあの給料をもらってなんか破産せずに済むっていうエンドの2種類だと思う。プルプル、おいら悪いスライムじゃないよ。定番だね。みんなには内緒だよ。おお、どういうこと。みんなもらっちゃった。お金くれるんだ。2回目はねよ、カス。なるほど、このゲームはお金のやりくりが大事な感じかもしれない。てかもうすでにだ、そうだよな、俺初日の給料払わねえよ、この人に、この彼女に。ちなみにさ、その給料、高い給料を払うだけの価値はありそうだね。強いね。結構強えな。そっか、ちょっと身の丈に合わないものをあれしてしまったかも。でもさ、俺本社に電話しただけだよ。そしたらなんかさ、うちのじじいって性格悪いでしょこいつか。そしたらなんかさ、頼んでもないのに、いや、まあ半分頼んではいたか。給料分くらいはちゃんと仕事するんじゃぞ。この人ってのは、この村のなんか村長さんとかなんか偉い人なのか。なんか大きい家に住んでるもんな。あ、ちょっと、見なかったことにしよう。いや、スコップもあるし。でももう白骨化してるからだいぶ前の出来事だよな。なんでさ、あんな風になるまでみんな、この村なんかおかしくねえか。教会にようこそ悪魔。迷い子秩序を祈りなさいで悪魔。ナムナム、多分正体は悪魔。そうだな、語尾が明らかにおかしいもんな。おい、この世界は教会もなんか魔族側に乗っ取られてるしよ。大丈夫なのか。よいしょ、なんとなくどかして、なんとなくでどかしていいんだろうか。でもこういう奥にあるんですよね。もうよ、 RPG いろいろやってると分かってくる。こっちの右側はいけなくなってる。これは多分本当にいけないんだろうな。こういうのもう分かってくるわけよ、ずっとやってるとさ、 RPG をよ。薬売りです。こういうのもいるのかな。非合法な薬もあるよ。おい、ちょっとその詳しい話聞かせてくれよ。おい、そっちの詳しい話を聞かせてくれよ。おい、非合法の方を教えてくれよ。おい、それをさ、それを売って漬け込んで役付けのやつに、昼頃歩いてるけどニートじゃないよ、僕派遣社員。まあニートよりは上だよな。そう、派遣社員、派遣だっつってもよ、アイテムマジック的なあれ、
あーなるほど、使用する系の。待って、スキルって覚えてないのか。そっか、まあ派遣だもんな、勇者とはいえ。毎月毎月なんか送られてくるんだけども、送られてくるって定義なんだけど、毎回もう同じ人で、でもなんかそこではもう普通に社員みたいな扱いされててみたいな、でももらえる給料はなんかサボってる正社員の方が多いみたいなさ、そういうあるよね、そういうなんかにもう日本の闇みたいな部分がさ。宿にわざわざ泊まる必要はないな、帰れ。そうか、まあ自分の家があるもんな。こいつは、俺の名前はスコット。仲間フラグナイディアンス。うん、そんなことなかったってことは何これさ。まあもし破産エンドと本当に俺が言ってたように破産しないエンドの2種類なんだとしたら、3人で遊ぶの楽しいな。入れて、やだこいつか。中身が私らの秘密ですよ。何も見なかった。よくよく考えたらおかしいんだよな、なんでこの季節に雪が溶けずにこの雪だるまのままでいられるんだって話なんだよ。中にまさか変質者が混じり込んでるとは思わなかったけどな。あれ着ぐるみだったってこと。あ、びっくりした。 BGM が変わったから何かと思ったら、これここオレンジだったわ。なんかいろいろ行ったつもりでまだ行けてねえな。こことかもまだ行ってねえよな。バニーだと。ヘイテイさん、私客よ。いい趣味だ。この壺、壺じゃない、樽とか棚とかも調べて。なんだ、行けなくなってる。魚うま、元気出せ。実はこの村、財政赤字がすごすぎて赤字債権を発行予定なんだよ。そういう情報いらないよ。情報くれ、昼間に酒場に来るなよ。なんか、だいたいやったけど、何すればいいんだこれ、このゲーム。もう外出て魔王を倒しに行けばいいのか。え、これ、立派なゆるが育っています。もう収穫できるな。釣れますか。人妻、この際で一つでバカみたいに釣れるよ。なんちゅくじょは。うん、ちょっとまあ作者の性癖もちょっと見えたところで、まあ、いろんな世界線があると思うんだけど、このゲームの世界線は、畑で鎧が育つ世界線。あ、こうなんか八百屋ってこと。じゃあおい、いっぱいなんかあれだな、作物が汚い。すごくない、バリエーション豊富だね。いやでもこういうのもさ、お金使っちゃうと破産しちゃうから。お望みなら愛も売ってるぜ、ハート。のせきゅう。じゃあもう外出る。でもやれることやったら、この立て看板読んだっけ。変者すまち、変者いたな。大都会村、ザ名前負け。今日は出るのやめとこ。え、ちょ、でマジでやれることもうないんだけど、どうすればいいの。外出れないんだったらもう寝るかしかないよな。だってやれることが、今日も休むか。今のところ異常なし。そんななんかゆっくりしてたらさ、1日俺4000円。おっと、顔が変わってしまった。さあ仕事仕事。お、7000残高振り込まれてるぞ。日払い罰。あ、でも彼女に4000円払うから、これも差し引かれてんのかな、すでに。いや差し引かれてないんじゃない。入ってきたけど、この人でも1日4000円いるから、え、大丈夫か。あ、でも8000、8000で4000だったら、うわ変態だ。え、変態なんです、子供たちが。私の可愛いよその家庭の子供たちが。早速事件だぜ。犯人が目の前にいるんだけど、子供たちは村を出てすぐ東の広場にいるはずです。あ、早く私の子供たちを。給料分働くぜ。東の広場。あ、もう街出ろってこと。ちょ、でもその前に変わってるんじゃないか。2日目になって売ってるものとかも変わってたりとかしないか。非合法な薬もあるよ。非合法な薬使う日来んのかな。あ、装備品整えるの。あ、いなくなってる。やっぱりもぬけの殻のもぬけの殻。やっぱりあいつ中に入ってたんじゃねえかよ。おい、東の広場にいるっつってたよな。あ、そういうこと。左魔王城手書きだ。左が魔王城で、今日行くのはこっちだよね。子供たち、おい魔王いるじゃねえ。みんな悪いモブから俺だよ。キャーわー。小さなことからコツコツと、我が魔王ワーパーである。手始めにこの村の子供たちを猫好きさらわせてもらう。俗に言うドラクエ4方式だ。ヒー、行けヘルゴブリン。ゴブゴブ。おい、ちょっと、うわーい、喜んでね。ずるい、順番ね。次は私だからね。ゴブ。あー大変、子供一人が人質に。さあみんな勇者さんを呼びましょう。せーの、勇者さん。はい、後ろの大きなお友達も勇者さん。あ、来てくれました。それでは勇者さん、あとお願いします。なんだこれは。ふん、貴様が勇者か。もう一回行け、エルガブリン。ゴブ、貯金立てお願いします。とりあえずやるか。なんなんだこの、なんかさっきからさ、ちょっとなんか拍子抜け、クソ弱えじゃねえかこれ。大丈夫、防御しとけお前、お前死ぬぞ。彼女がやってくれるから強すぎるだろ。
彼女のゴブ。あ、ヘッコン、おもろい勇者め、覚えてろ。キー、さあみんな、いつだにありがとう言いましょう。ありがとうございました。めでたし、めでたし。勇者は物の子供たちを救った経験値を得た。レベル1上がった。こうやってレベル1上がっていく感じか。結構強くなってるな。私の番は来なかったの。大人の都合だよね。そのぐらい役楽しかった。いいな。ありがとうございました。これで私はいつもの作業に戻れます。作業？これつまらないものですが、お礼です。拍手箱？何これ？これを使うとですね、うへえ。え、今使える？なんだこれ、売れるのかな。でも高く売れるんだったらありや。こんなもんだって持ってたってさ、売れる。でも2500、いやこれ使うことあるのかな。一旦セーブしとこっか。もし使うことがあれば。で、今のでイベントが立ったから寝れるようになってる。今日は勇者らしく働いたぞ。起きた起きた。え、誰？おっと、性別がかかって、いいえ。お、7000さんとか。これ、え、ちょっと8000だったのに7000になってる。で、ちょっとずつなんか俺お金減ってってない。給料お願いがあるんで。悪魔さすきたぜ。最近墓地の墓石を倒す若者がいる。悪魔行って何とかしてほしいで。悪魔トムキは人生だったぜ。そのバカ者を殺しめるぜ。お願いするで。悪魔墓地は村から南東で。悪魔なんか人は見かけ、いや見かけはいいんだけど、なんだろう、なぜか知らないけどあいつ怪しくてしょうがなかったんだけど。そうでもないのか。共同墓地カリフォルニアス、なんかいっぱいあるんだ。まだまだ、まこ、あーまたね。あ、墓石を倒していたのはお前たちだな、この悪ガキどもが。違うよ、てか悪ガキじゃなくて魔王だよ。あ、本当だ。しかしちょうど良い。ヘックの敵、現れろ、ネクロボーン。ほねー、最近ネクロボーン。あ、山田さんちの墓が、あんたなのかい。エース上待ってるだけですので、ご心配なく。よかった、よかった。ほねーとかいうのはキャラ作り？お前はこのネクロボーンが倒せるかな。やってるぜ。まあ別にね、彼女がいればまあこれもんなんでね。ね、これさ、これムキュー、ね、ネックボで己を言うしゃべ、隠れるよ、我が直々に。ん？ノアー、お化けー。わしの墓はこっちじゃ。そうだった。待って、誰かいの？一見落着で悪魔、神父さんの謎だけが残りましたとさ。わしは放置かい。勇者はあの世の平和を守った経験値を得た。レベルが1上がった。まあ、なんかいろいろあったけど、まあよかったんじゃないか。ばあさん、あんた、あのじいさんの顔ももう忘れちまったんだね。そしたら神父のところに行けばいいのかな。十字架フラッシュ、これは桃に来そうな武器だ。違うで、悪魔、これはこうして光るだけ。悪魔、目をつぶればということはないな。いや、まあそういう問題じゃなくて、なんかさっきガラクタをいっぱいなんか渡されただけでさ。まあでも売れるんだろうな、これもな。千残高になるんだったらありか。今日も休むか。結局神父さんは人間なんだろうか。起きた起きた。おっと、あやく父が出るところだった。さあ仕事仕事。7000残高振り込まれているぞ。ご苦労様、これはひどい。あ、4000残高引き落とされるようになったな、ついに。今までなんで引き落とされなかったんだろう、逆に。まあいっか、ラッキー。ちょっとお願いがあるんだけど。マダムの頼みは断れないな。薪が切れちゃったからカリフォルニアの森に行って取ってきてよ。頼んだわよ。カリフォルニアの森は村の南西よ。勇者って何する人？まあ派遣だからね、言うてね。それ辛いところだよな、派遣会社のな。左下ね。はい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 。燃えろよ燃えろよ、どこまでも。何やってんだ。キキキキキキ。あ、お、なんすか。勇者だ、お前たちを対応する。それ違うから。ゆっくり間違えたけど対応するぜ。変わってないない。うるせえ、俺に火を放っておいてどうするつもりだ。許せん。何ですか、もうせっかく休日キャンプ中だったのに。あ、キャンプでしたか。ところがどっこい、休日でも出会ったからには戦場さ。ゆうけフレーム人、休日出勤すね。無理しなくていいのに。なんかそのちょっと間抜けというかさ。フレアでいいのかな、これ炎だけど。ダメージ与えられない、やっぱりそうだ。いよいよなんかあれだぞ、彼女が通じない敵が現れた。いや、うん。ちょっと待って。何が起こっている？いなくなったんだけど。あ、現れた。は？ちょっと待って。何が今目の前で起こっていることが理解できない。あ、じゃあ、え、あ、出っ放しだ。え、今何が起こった？
あ、まあまあもう消えたからいいや。ちょっと今一瞬消えたよね。消える。わ、あったかいのが消えた。あ、寒い寒い。かえって怒った怒った。日の落とし物大事。なんか悪いこと何もしてなかったと思うんだけどな。あの魔王何も悪いことしなかった気がするんだけど。こいつだっけ。ただいま。薪は大量。ご苦労さん。これは俺だよ。マスタープルプ。やった、クラスチェンジだ。ちょっとあの名方名の掛けもないから怖いこと言わないでよね。どう見ても飾りです。はい、ごめん、わかんない。これくらいはパロディの範疇ですよね。わかんねえんだよ、元ネタがわかんねえんだよ。なんなんだおい、マスターブルブって。まあどうせ俺のあのチャンネルのコメント欄の皆さんわかるだろうから教えてくれるだろう。多分博識な誰かが教えてくれるだろう。ああ、あれね、あれなんか何々 RPG のことですよみたいな。起きた起きた。おっと、あよく自分が蝶の夢なのかとか手探りまして。誇張の夢。お、奈良先生なんか振り込まれてるぞ。日当たりバザーイ。あ、ねえ、なんか彼女からお金がさ、あの4000ゴールド引き、これ勇者よ。出たな魔王。死んだのか。すいません。ふん、まあよい。村の観光名所セイドの泉に魔物がいるそうじゃ。迷惑だからさっさと退治してこんかい。さ、やさ、不思議だと思うが、セイドの泉はまっすぐ南じゃ。読みするんじゃないぞ。本当は多分なんか装備品とかアイテムとか買うんだろうけど、今の俺には彼女がいるからそんな必要ないんだよな。ただこれ正しいのかな本当に。4000円お金1日上から来たのに下に出たぜ。そんなことより敵派遣だ。へえ、ここセイドの泉か。たまには聖地観光ってのもいいですよね。えい、あ、で、デスルフ君。オードリー・ユーシャメ、何をする。何だろうか、やった、今反省している。嘘つけや。あ、私は泉の精霊ピンコ、泉ピンコとでも呼びなさい。微妙な命令だ、別に嫌じゃない。あなたが落としたのはこの大型犬ですか、それとも小型犬ですか。悩まんでください、でかい方で。いやいや、言わんでください。別にいらないんで嘘だろうが返します。じゃあね。おい、よくぞ帰ってきた、デスウルフよ。いろいろ不審になりそうです。しょうがない、普通に戦うか。何だったんだ今の茶番は。まあただこれもまあフレアで一撃なんですよね。あ、ちょ、一撃じゃない、ついに一撃じゃ効かなく、倒せなくなってきたな。敵も強くても2発なんですよね結局ね。結局2発ちょいや。あ、わざてるかな。ドキドキ、次はワンちゃんにしよう。また犬を、お金ちょうだい。あよ、じゃあね。あ、ちょ、覚えてない。やったね。何がやったね。え、本当にお金もらえるんだ。赤ずきん的に狼を倒した経験ちょっと見ると、まあなんかよくわかんないけど、村長さんからお依頼を受けたから、今回は村長に話しかければお礼のものが泉を回ってきたよ。じゃなあ、なんじゃい、何もやらんぞい。期限まであと2日、そろそろ魔王退治に行ってもらおうかの。ついに来たぜ勇者タイム。でも今日は疲れたから明日から。あと2日ってことは、で今日休むからあと1日。あ、だからギリギリだから明日だ、明日が本番だ。大丈夫なのかな。てかお金めちゃくちゃ余ってるけどさ、意外ともしかしてこれ正規ルート辿ってる。起きた起きた。おっと、あゆく漏水するところだった。さっさ仕事仕事。7000残高が振り込まれてるけど、ローンで4000ゴールド引かれてて、これがなんか毎日発生してるわけじゃないから溜まってくんだよな。これバグかな。引かれても3000ゴールドずつ溜まってくんだけど、あ、3000残高ずつ。なんか毎日引かれてない気がするんだけど、これもしかして彼女を仲間にするルートって正解だったのかな。マルチエンドって言ってるけどさ、方向は看板に載ってるな。多分バッドエンドと普通のエンド、普通にハッピーエンドとの2種類しかないと思うんだよ。でこっちだったよね。あ、はいはいはい。ポストなんだこれ。あれ、門番がいる。施工物は契約切れでしょうがなく門番を。どんな屈強な門番も施工物に比べればへのつっぷり。施工物の回し物、名を聞いていこう。俺は勇者ラルフ、探偵さ。勇者って言ったじゃん。そうだった。我が名はカオサーバー、魔王様の右腕。いざ尋常に勝負。魔王の右腕が門番なの。勝負って言ったらすぐに勝負に入ろうよ。そうだね。カオスアーバーが失礼した。まあいつもの派遣勇者さんはガードしていただいて、肉の盾になっていただいて、で後ろから、あ、また消えやがったこいつ。これ何なのこの RPG、 定期的に敵が消えるんだけど、雲隠れするんだけどさ、バグだよね多分ね。てかさ、彼女のさ、なんか給料もさ、なんか知んねんけど3日に1回くらいしか払われてねえしさ、絶対、あ、ちょっと、いや初めてなんか MVP が、やべ、こいつ強え。でも攻撃でいいか。はい、終わり。結局負けようがないから、勝った。
負けた。てことで取らしてもらうぜ。どうぞ。カラスが泣いたからやっぱやめる。明日にするね。門を開けてお待ちしております。だってそれが RPG のルールだから。じゃあね。カラスが泣いたので帰った経験値を得た。まあ実際そうだよな。門番倒して一旦宿屋で泊まって帰ってきても門番いねえもんな。もうな、一夜明けたら絶対新しい門番配置するだろうって話だけど、そこは RPG のお約束。おっと、ネタを仕込むの忘れていたぜ。それではボツになった仲間キャラの顔をどうぞ。お、7000残高振り込まれてるぞ。ひやてばんざい。ご苦労様。これはひどい。彼女ともこれで最後4万も貯まってるけど。そうそう、最終日の分は前払いね。そういうのがあると思ったんだよな。ぶね、金持っといてよかった。今日は魔王倒したらすぐに帰るから、そのつもりでいてね。なんかまだ怪しいな。いや、でもお金持っといた方がいい気がするんだよね。こういうのがさ、多分来ると思うんだよ。またいよいよ魔王との決戦だぜ。しかし狭い、魔王見えてるし。 1LDK？ 確かに 1LDK。 よくぞここまで来たら勇者ラルフよ。まさかアークまで倒すと思わなかったぞ。ちょっと待った、最後でシリアスにやろうぜ。 OK。 で、気を取り直して、なさ。こういう漫画あるよな。なんかシリアスなシーンだけなんかちゃんと顔描かれて、ギャグシーンだけなんかめちゃくちゃスーパーデフォルメみたいな顔にされるみたいな。知れたことよ。我が波動に邪魔なものは死あるのみだ。お前を倒して世界を平和を取り戻すぜ。面白い。やれるものならやってみろ。後ろの奴らともう一度戦わせるあれか。いや、今回は我自らがお前を褒め立ててくれるわ。あれ、オカミは？わっ、戦うぜ。まあ待て、その前に回復してやろう。全力でかかってくるがよい。いや、戦いとかなかったし。気にするな、ただのジェントルアピールだ。優勝全回復した。それじゃ行くぜ。でもなんか BGM とか見た目とかはすげえ強そうだけどな。まあガードまあ攻撃してみるか。いや、油断するな。なんか覚えてる、強い魔法。説明が雑なんだけど。パイロットや、やっぱ強え、彼女が強え。いや、でもどうなんだ、これパイロ唱える方がいいのかな。5でフレアを2発撃った方がなんかコスパ良くない？ああ。ちょっと待ってくれ。ウーポエー、やったぜ。そんなんでいいの？ま、魔王様、まさか魔王様がやられるなんて。しょうがないね。おい、なんか適当なやついたぞ今。正義は勝つのだ。じゃあ私帰ろうね。なんてクールな。とりあえず契約終了だぜ。よくやってくれた村長。雇い主。そんな気はしたんだよな。全部なんか作り話みたいなさ。そう、全ては我が村のため。わしは全てをルイダに依頼したのじゃよ。勇者の派遣と魔王の派遣をな。魔王の派遣？何のことだ？それは私から説明しよう。死神部長、あなた方は全て我が社の契約社員です。知らないのも無理はありません。教えてないのですから。なぜそんなことを？地方の村は我が社の固定顧客。なぜかわかりますか？勇者がいなければ村の経済は活性化しない。宿では誰も泊まらず、武器防具は買い手がいない。それらの問題を解消するために我が社が始めたサービス、それが魔王派遣。我が社のさじ加減一つでこの世界の需要も供給も操作できるんですよ。どうです、素晴らしいでしょ。まあ確かに現実世界でも戦争って金儲けのためにやるからね。宗教の問題だとか人種差別の問題だとかあんなんじゃねえんだよな、結局のところ。だってそもそも宗教だって金も。これ以上やめておこう。生き通るのも分かりますが、もうその必要はありません。ん？あなた方と我が社の契約は今日で打ち切りです。あ、な、それでは私の部下は？もうルイダには必要ないと判断しました。全員クビです。クソ、そんなことが許されてたまるか。そうだそうだ、労働組合なめんな。会社に歯向かう気ですか？オートマ、行くぞ勇者。会社に立てつくとは、もう二度とどこにも就職はできないものと思え。それぐらい我が社の影響力は高いのだ。ではわしも帰るかの。一応今までの給料は払ってるんじゃ。感謝するんじゃな。なんか心が痛いんだけど。なんでいつもこうなるんだよ俺は。バカゲー RPG して心空っぽにして笑いたいのに。なのになんでいつも苦しいんだ、いつも。いつもこうだ。早く死ぬところだったぜ。魔王様、何もできず申し訳ありません。クビになるなんて、家族になってよ。なんだ家族。ゴブゴブ。へっくん、なんて言ってるの？いや、わからないけど。ゴブ。わしもちょっと怒ってるわ。みんなで何か立ち上げましょう。就職も難しいし。よし、一応会社立ち上げるか。打倒ルイダ、目指すぞ。業界ナンバーワン。ワン。イオンだかソフトバンクだか知らねえけどよ。よし、憧れの正社員だ。僕社長。社長秘書兼副社長。わて部長。課長だなんて妻も喜ぶ。ゴブ。なんか一番下っ端でしかも窓際なんだけど。ワン。ついに会社を立ち上げた勇者と魔王たち、業界シェアナンバーワン派遣会社のルイダに勝てるのか。次回経営シミュレーション、弊社員ラルフ乞うご期待。うつです、プレイありがとうございました。え、あー。
破産エンドとやっぱこのエンドの2種類だ。じゃあせっかくだから破産エンドしよっか。非合法な薬もあるよ。これがねえと、これがねえとやってるんだよ。早く早く決めねえと。聞く。これのために派遣会社やってんだ俺は。なんと足りなかった。これで許して。利息つけとくよ。せちがない。足りなかったけどあるだけ払った。は？踏み倒した。え？これでバッドエンドになるのかなと思ったんだけど、そうじゃないんだ。え、じゃあもう一つのエンドって何なんだ？あしもちょっと怒ってるわ。みんなで何か立ち上げましょう。就職も難しいし。いや、一緒勢いよと会社設立を目指す勇者と魔王たち。しかし、先立つものがなく、計画は頓挫する。世の中お金だね。あー、なんだ。バッドエンドじゃないけど、まあ、一応これがノーマルエンドなのかな、じゃあ。先にトゥルエンド見たってことか。最後の見てくれてありがとう。一応マルチエンドです。スイッチはお金3万以上。なるほどね。意図せずして1回目からクリアしてたんだ。4万とかあったもんな。あいってこれ、なんかまたバカゲーやってたのに心が痛いのはなぜ？なんでこんなセンチメンタルな気持ちになんなきゃいけないの、毎回。まあでも正社員になれたところで結局大半はブラックだから、中小企業なんて。どっちにしろなんですけどね。ってことで、ありがとうございました。